今はちょっとですね、はい、イスマイリアの、はい、住宅地の方に、そう住宅地の方に入ってきて、はい、ちょっとやっぱ街道っぽいんですよね、はい、道舗装されてなくて、はい、であと、いつもちょっと YouTube で本当は毎回毎回その部屋とかを紹介できたらいいんですけど、はい、結構やっぱり厳しくて、はい、あの撮影許可が下りない、はい、あの部屋取らさせていただいていいですかって言うと、はい、まあ、大体ノーって言われちゃうんだよね、はい、で今回はちょっと珍しく OK が出たから、はい、あのいつもエリアの物件を今から見に行きたいと思います、はい、賃貸だったっけこれ、あ賃貸で見に行く物件がこれ、はい、このしかも最上階とか、ね、6階だと、うん、パッと見綺麗だよね、はい、なんかどんな感じになってるのか、で、はい、あとまた家賃、今俺家賃聞いてないんだけどいくらか、はい、後で正解をお伝えします、はいはい、見に行ってみましょう、はい、ちょっとハエが多いこのハエの多さまた伝わるかなあ、結構なんか風情のあるあるね、あの釣りだけエレベーターだね、軽くホラーなんですけど、タオルテラ系、平米数何平米くらい、300平米、え300平米、はい、広っなんか一軒家とかビラタイプじゃなくて300平米すごいですね、うん、あ、ここからってね、ここ玄関で、うん、こっちが、あ、今改装中みたいな感じ、リビング、はい、で、バルコニー、バルコニー広すごい、え、何これ超すごい、や、あとこれね、あれらしい、冒頭で賃貸って言ったけど、はい、売買らしい、はい、売ってるらしい、はい、いや相当広いですね、300平米のマンション、はい、で リビングってことだよね、はい、広っ、広っ、何が何だかよくわからないなトイレだね、トイレ、はい、お茶ない、おトイレ、はい、開かない、扉開かない、家族の扉もあり、うん、で、はい、こっちがなんかベッドルーム的な感じだね、はい、うん、なんか天井も高いですね、そうだね、日本と比べると高いけど、はいはい、でもエジプト的にはこれが当たり前じゃない、こっちもベッドルーム、え、ベッドルームなんか 1,2,3 これ3つ 5? 5ベッドルーム、5ベッドルームで、はい、すごい、廊下もめちゃくちゃ広いんですね、すごっ、これマスターベッドルームってことでしょ、はい、あ、シャワールームとかあるけどしょぼい、あ、でも一応浴室ついてます、まあちょっと年季入ってる感じではあります、うーん、はい、てかベッドルーム広いな、めちゃくちゃ広いですね、全部屋窓ついてるんですかね、こっちもベッドルーム、すごい広、まあでもあれだよね、ちょっとリフォームがちょっと必要な感じだよね、はい、結構手入れないとちょっと厳しいですね、でバスルーム、はい、あ、ここ広いですね、キッチンがすごで、これなんか業務用名前にありますよね、何でしたっけ、ブロンコビリアそうなんだ、はい、どうですかキッチンの設備的には、収納もそうですけど、まあ、少なくともこの状態では使えないから、まあ、やっぱ全部フルリフォームが必要だよね、はい、まあもう中がどうとかっていうちょっと広さと一致ですかね、うん、てかやっぱ300平米のマンションってすげえなはい、なんかとてもじゃないですけど一つの家を回ってるとは思えない広さ、え、これでいくらだと思う、売買だってこれ、300平米ですよね、ちょっと待って、ね、700万、マサさんどう思われますか、え、700万エジプトポンドってこと、いや700万円です、300平米だよ、はい、200万エジプトポンド、200万エジプトポンドで1500万ぐらいってことですか、1500万円ぐらい、え、中古でって考えたらそんなもんじゃない、そんなにしないかな、でも1500万って150平米ぐらいのランボルギーニレジデンス2000万とかって思うと
まあでも300平米だから。いやまあ。まあでも300平米だから。いやまあ。え、正解はいくら？310万。え？え？310万エジプトポンドだから日本円で2300万。あ、でもどうなんだろう、300平米って考えたらまあこんなもんなんじゃない。平米単価にしたらさ310万でしょ。え、でも日本でもあるじゃないですか、100平米超えだけど超ボロいみたいなとこって。正直もう値段大丈夫みたいな値段じゃないですか。でも平米単価で言ったら1万エジプトポンドだ。 あれか、最上階やったからか。そうだ、ペントハウスでワンフロア一つだけで、はい、で平米単価で行ったら1万エジプトポンドでしょ、はい、まあちょっとプレミアついてるみたいな感じだね。最上階っていうことと、はい、ワンフロア一部屋しかないっていうところ、はい、やっぱエジプトのマンションって最上階の物件って結構やっぱプレミアつくんだよ。あ、そうなんですね。そう、最上階とあと1階、はい、あ、庭付きですね。そう、庭付きの物件、はい、この2つに関してはあの間に関して、最上階と庭付きの間に関しては変わらないんだけど、最上階と1階の庭付きに関してはプレミアつくんだよ、はい、まさにそのプレミア格だよね、はい、最上階だからっていう、はい、でもそれでも平米単価1万って考えたらまあこんなもんじゃない、はい、だって入回路で2万エジプトポンドでしょ、はい、うん、しかも入回路の2万エジプトポンドっていうのはペントハウスとかそのプレミアがついてないやつだから、はい、って考えたらまあそんなもんじゃない。すごいね。1300万か。これ住める状態になるの1000万ぐらいかかりそうじゃないですか。そう、いや俺だったら買わないな。誰も買わないです。いや、この辺に住んでる働いてる人だったら買うでしょ。買いますかね、うん、これ何人家族で住むんですかっていう、イスマイリアの物件調査ということで、はい、ちょっとぶっ飛んだ不動産でしたけど、はい、引き続きまた町シリーズはやってきますので、はい、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。